こんばんは、元男の子の青木かのんです。今まであんまり言ってこなかったんですけど、今日本田翼さんに言いたいことがあって、私のことをモノマネするのやめてもらっていいですか。私がなぜかコメント欄で、え、かのんちゃんって本田翼ちゃんに似てるよね、もっと髪型とか真似してみたらどう、言われるんですよ。いやいや、本田翼さんが私のことマネマネしてるだけであって、なんか私勝手に本田翼さんの2番煎じみたいな、青木かのんっていう私は人間ですよ、とかもその本田翼さんがここにあって、青木かのんここでで、青木かのんは本田翼さんをマネマネしてるから、なんかなぜか2番煎じっていうか、なんだろう、介護感、なんかしまいには青木かのんは本田翼のジェネリックって言われてるんですけども、やめていただきたい。私は本田翼さんのジェネリックではない。だったら本田翼さんがいろんな人に、え、翼ちゃんって青木かなんのモノマネしてんのって言わせてやるよ、ということで、化粧を今からしていくんですけど、もう半分ぐらいやっちゃってるんですよ。こっからこっちやっちゃいました。アイメイクこんな感じ、眉毛やっちゃいましたけどね。顔は基本的にこっちしかやってないです。こっち今からやっていくんですけど、最近私が悩んでることを話していこうかと。え、お前冒頭に話してた本田翼さんの件はどうなったんだってことなんですけど、本田翼さんのことをこう、まあいろいろ考えていくうちに、どうやったら視聴者さんからファンになってもらえるのかなって考えるようになったんですよね。本田翼さんとかってテレビの世界の人じゃないですか。なんかすごい親近感勝手に私が抱いちゃってるっていうのもあるんですけど、 YouTube やってすごい人気じゃないですか。でもさ、 YouTube やってる歴で言ったら、まあ青木の方が長いわけですよ。でもなぜか私の方が全然人気ないわけです。それはどういうことなのかなみたいな、ナチュラルメイク意識していかないといけないんで、目をキラキラさせるので、まぶた全体にキラキラを塗っていきます。気持ちいい。だからね、私も思ったんですよ、もっと感情移入をしてほしい。感情移入です、わかります視聴者さん。こう今7年目ぐらいですかね、 YouTube 始めて7年目となると、この先のことを考えるっていうか不安になってくるんですよ。私このまま YouTuber やっても大丈夫なのかなみたいな不安になりますよ。だって大学を中退して家出してから YouTube やってたら、いつの間にか YouTuber になってるわけですよ。それ以外私何のスキルも身につけてないの。だから YouTube が例えばですよ、オワコンになったらもう何もない人だよね。そしたら何、40歳ぐらいになって現役引退したらバーとかやっちゃうとかもいろいろ考えるわけですよ。バーって言ったって、私接客業向かなさすぎて、昔飲み屋で働いてたんですよ。ニューハーフバーとか女の子のスナックで、お客さんに、え、君何オカマなのって言われたら真に受けて怒っちゃいましたから。当時は余裕なくて、女だしみたいな、いや私女なんでみたいな、一向に進まないんですけどメイクが。私どこまでやった。でちょっと今から話したいこと、これ話すべきなのかどうかもちょっと問われるっていう、どちらかというと話さない方がいいことかもしれないんですけど、人間って複雑な生き物じゃないですか。で、人間のその深層心理を利用して YouTuber って多分人気を獲得していくと思うんですよね。例えば親近感とか、あとはそのほっとけない感とか、なんかそういった部分で多分皆さんが応援している YouTuber とかタレントさんとかに持ってる感情だと思うんですよ。それとも例えばもう何の感情も湧かないけど、BGM 代わりになんかテレビつけときたいとか、なんかそういうのもあったりするんですよね。それもある意味戦略だと思うんですよ。じゃあ早速本題に入っていきたいと思うんですけど、 YouTuber って難しいよねっていう話なんですよ。じゃあ何が難しいかっていうと、その人気を維持し続けることと、あとは人の心を動かすこと、なんかそれがいろいろとこう噛み合って、それで人気っていうのを構築していくと思うんですよね。その炎上系とかヒール的なことで人気を得ている人とはちょっと違う戦略にはなっちゃうんですけど、まあ、私で言うと多分どちらかというと当たり障りもないことをやってると思うんですよ。やってるっていうか、やらざるを得ないっていうか、それ以外に実力がないと思うんですよね。その人をこうなんだろうな、動かすような言動もできないし。で、最近の私の悩みというのは、女性ファンがもしかしたら私にはあんまりいない説っていうことなんですよ。私のチャンネルってデータが見れるんですよね。今こういう人たちが見てるみたいなグラフが見れるので、そこで見ると女性の方が多いんですよ。ただそれって多分わたるくんの視聴者さんなのかな。どっちかっていうと、わたるくんが出た時にそのグラフがバーって上がるんですよ、女性のグラフが。私単体の時はそのグラフが逆転するの。やっぱ YouTube やっていくとさ、こういかに寿命長く活動する
かっていうことを結構考えるようになっちゃうんで、女性にも見てほしいわけですよ。あの私単体の時もそれがうまくいかなくて、でいろんな他の YouTuber さん の分析をしたりとかするの。例えばメイク系の YouTuber とか、あとは私みたいにその何でもやってみた系の女性の YouTuber さんとかで、その人たちってじゃあ動画でどうやって振る舞ってるかっていうと、私が思ったことはそのメイク系 YouTuber さんではなくて、そのバラエティ系の女性 YouTuber さんにありがちなその傾向、特にその人気 YouTuber の方に私が思ってることなんですけど、これを今ここで言うのは怖いけど、戦略的に多分見下され戦略っていうのを取ってるような気がするんですよね。わかります？見下され戦略って、それどういうことかっていうと、なんて言えばいいんだろう、その女性だったらこういうことをやったら恥ずかしいみたいなことをあえてやったりとか、私は今見てくださってる視聴者さんよりこんなにダメダメでこんなにガサツなんですよみたいな感じで、その視聴者さんよりも下にこう置いていって自虐して笑い物にされることで視聴者さんからの人気を維持してるみたいな、いかにその嫉妬されないように振る舞うかみたいな、そういう YouTuber さんのことを私はですね、勝手に見下され系 YouTuber って名付けてやられるんですよ。外部に行ったりとかしないですよ。私の心の中のワードなんで。そういう YouTuber さんが女性 YouTuber でどっちかというとバラエティ系に多いんだと思ってるんですよね。そういう YouTuber さんも炎上したりとかするわけですよ。じゃあなんで炎上したかって考えた時に、女性 YouTuber さんは昔は自虐みたいな、ズボラで私はもう片付けも何もできなくて、もう何にもやる気起きないんですみたいな、だからコメ欄は私もそうなんだよ、〇〇ちゃんもこうだからなんか安心しちゃったみたいな、あるあるっていう感じで人気を維持してたんですけど、その方がだんだんとすごい素敵な女性にこう変身していくわけですよね。したらだんだんとその今までの眼差しで視聴者さんが見れなくなってきたみたいで、だんだんとその見た目とかが洗練されてきてるから、視聴者さんが気持ちいい感覚で見れなくなってくるわけですよ。だからちょっとした言動でも〇〇ちゃんってさ何々だから、なんか私もファンやめます、それってさ、どうやん、応援してんだったら最後まで見届けようよ思うんですけども、でも人間のその心理学をこう研究してる身として見たら、まあそうだよな、視聴者さんからしたら今まで自分よりこうやって下だと思って気分よく嫉妬のこの感情もなくムって感じで、それで見れてたのが、そういかなんか私より上になっていて、なんかちょっと気に障るなっていうか、まあ、面白くないよねみたいななるわけですよね。そうなると YouTuber さんが昔はすごいアベレージの再生数がもうこんな高かったのが、今ももちろん高いんですけども、ちょっとこう昔の勢いっていう感じじゃなくなった。身の振る舞い方とか見た目とか言動ってすごい重要なんだなって思うのと、女性視聴者さんに支持してもらえるようになるためには、もうほんとこれ極論なんですけども、めちゃくちゃ綺麗なのかめちゃめちゃ可愛くないかどっちかなのかなって思ったんですよね。この青木はじゃあどこに分類されるのかって言ったら、そこのステージにすらいないっていう、もう元男だから。そうなるとさ、私ってどうやって人気獲得していけばいいのって、もうかなり今私の発言はですね偏見にまみれてるんですけども、私分かんないから、女の子のこと全て、もともと男で生まれてるから女の全て分かってるつもりでも多分本物の女性とは違うわけですよ。女の人の心理が全て分からないからこそその偏見で見ちゃうっていうか、一番私みたいな当たり障りのないジャンルがめちゃくちゃ難しいっていうこと。どうやったら人気出るんだ。女性の視聴者さんにもありがたいんですけども、今の現状も、ただ現状維持って一番怖いんですよね。現状維持がなんとなくのらりくらりやっていけるほど器用だったらいいんですけども、常になんかこう戦略練っとかないとすぐに落ちていっちゃう業界じゃないですか。昔友達にカノンの動画を見るときってなんかこう構えるんだよねって言われたんですよね。企画とかをこうガシッとやったりとかするからなんか楽な感覚で見れない、でも内容こだわってるのはわかるから応援してるよって言われたんですよ。多分真意なんですよね。視聴者さんだとこう応援してくださってるから応援フィルターかかってるんですけど、いやと思って多分そういうフィルターかからずに身内としてズバって言ってくるから、多分それが本音なのかなって、私の動画って見るの疲れるんだって思っちゃったんですよ。難しいよね。ラジオ感覚でも見てもらえる動画ってそれはそれで大切だと思うんですよね。だからさ、私が女性視聴者さんを獲得するのはどうしたらいいんですか。マシンガンのようにさ、もう私の言いたいことをさめちゃくちゃ言っちゃいましたけども、男性視聴者さんと女性視聴者さんのバランスをこううまく取るためにはかなりの戦略が必要
ってことですよね。だからヒカキンさんっていうのはあの神って言われてるんですよ。それすごいですよ。気持ちいい、気持ちいいわ。オープニングトークの時に私、本田翼さん私のこと真似しないでくださいみたいなこと言ってたじゃないですか。あれはちょっと私が悪ふざけしただけであって逆ですよね。すごい私が本田翼さんばかり意識しちゃうから、たまに視聴者さんにカノンちゃんってあの本田翼さんの真似するのまあいいかもしれないけども、これってただの二番煎じとして生きてるだけだよって言われちゃったんですよね。こう言われるようになってから逆に意識しないようにしなきゃいけないなみたいな感じになったんですよね。追求しまくって自分失うのは良くないなっていうのは最近思い始めましたっていうことです。これ本田翼さんっぽくない？本田翼さんはね、本人のファンにぶっ飛ばされちゃった。こんな感じですね。今日は普段話さないようなことを話してみたんですけど、いかがだったでしょうか。たまにはこういう話もいいんじゃない、もしくは楽しかったって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、LINE 公式アカウントもありますので、そちらも概要欄の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。